現実に。なのでやっぱり福島の場合なんかにしても健康管理というのは非常に重要だと私は思います。それからあるいは生活のスタイルを考え直すとかね、タバコは吸わない、ね、せめてとか、まあそれは私は必要だろうと思うんですね。タバコだか、お茶のだか分からずにがんになるというのなんですから、まあ、やっぱり、タバコは吸わないとかね、そういう健康管理あるいは栄養をどうするかとか、やっぱり、ストレスというのはかなり重要な問題ですから、なんこと言ったってね、この現代社会に生きているのにストレスなんてなんてね、よほどじゃないと生きられないわけですけれども、それもかなり問題だということを意識しながら生きていただろうなというふうに思ってはいるんですね。ですけどもそれも超えて放射能は関係ないんだっていうのはね、これは私は非科学的暴論だとそういう主張してるんですね。ありがとうございます。他にご質問なければ本日のご講演これで終わらせていただきたいと思いますが、もう一度先生に、盛大な拍手をお願いいたします。